皆さんこんにちは。オペラ歌手の車中寿久です。今日は大作曲家ブラームスの魅力を紹介します。ブラームスはドイツで生まれた作曲家になるんですけど、実は三大 B って呼ばれていて、バッハ、それからベートーベンと並ぶ作曲家として知られています。そんなブラームスはワーグナー、それからリストといったね、作曲家たちが活躍する19世紀に誕生した作曲家になるんですけど、彼が目指した音楽っていうのは、実はこういったワーグナー、リスト、ロマン派の作曲家が目指したものとは随分違ったものだったんです。今日はまずはね、そんなブラームスの人物、生涯を見ていきましょう。その後でおすすめの名曲、それからブラームスの音楽の魅力について話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。ヨハネス・ブラームスは1833年に北ドイツの港町ハンブルクでコントラバス奏者をしていた父ヨハン・ヤーコブのもとに生まれました。で、このヨハネス・ブラームスは最初の音楽的な手ほどきをこのお父さんから受けたとされているんですけど、7歳の時にハンブルクで有名だったピアノの先生、ね、コッセル先生のもとに行って習うことになります。それ以来ブラームスはピアノの腕前をメキメキと上達させるんですけど、10歳の時に公開演奏会に出演して、なんとそれを聴きに来ていたアメリカの興行師が彼を天才ピアニストとしてね、アメリカに連れて行こうとするんです。しかしこのコッセル先生というピアノの先生がなかなか賢い人で、ブラームスをアメリカに行かせなかった。さらにこの先生はブラームスが作曲をしたがってるっていうのに気づいて、自分の師匠を紹介して作曲の勉強させることにしたんです。このような頃、ヨーロッパでは結構大きな出来事が起こるんです。っていうのも、オーストリアとロシアがハンガリーにできた独立政権を倒してしまうんです。で、どうなったかっていうと、その独立運動に参加していたハンガリー人たちはアメリカに亡命しようってみんなハンブルクまでやってきたんですよ。ハンブルクは港町なんで、みんなそこからアメリカに行こうとしたんです。その結果どうなったかっていうと、このハンブルクではハンガリー的な音楽が大流行することになるんです。そこでブラームスはレメーニっていうね、ハンガリーの有名なバイオリニストと知り合って、彼の伴奏を務めることになるんですよ。ブラームスは彼と一緒にコンサートをすることで、彼からハンガリー的な音楽、それからジプシー的な音楽をたくさん学ぶことになるんです。それが後に誕生するね、まあ年配の人しか知らないかもしれないですけど、指先ツンツルリンなんて、かつてコマーシャルで使われたハンガリー舞曲とか、そういった音楽を作曲する土台が形成されることになるんです。さて、そのように音楽的な成長を遂げたブラームスは20歳になった時に、当時有名な作曲家だったロベート・シューマンを訪ねてデュッセルドルフに行くんです。ブラームスはそこでシューマンの前でピアノソナタ8音を弾いたんですけど、シューマンはそれを聞いてえらく感動した。そこで彼はね、批評家活動もしていたんで、自分が作った雑誌、音楽のための新しい雑誌っていう中でね、新しい道と題してすごい音楽家が現れたぞってね、記事を書いてるんです。ブラームスはいろんな人から褒められるっていうのには慣れていたんですけど、それでもシューマンから褒められたのはすごく嬉しかった。だけどこれによってある種の義務感みたいなものが生じて、それが重荷になってハンブルクに帰ってしまうんですよ。だけどこの次の年にシューマンがライン川に投身自殺を企てるんですけど、それを聞いたブラームスはまたデュッセルドルフに行ってシューマンの家族を、ね、助けることにするんです。そこでブラームスはシューマンの奥さんだったクララに恋をしてしまうんです。で、間もなくシューマンは亡くなってしまうんですけど、その次の年にはブラームスは自分の気持ちをこのクララに、ね、伝えたとされてます。だけどブラームスはそれ以上の行動は起こさなかった。ブラームスはシューマンをすごく尊敬していたので、それが原因じゃないかとも言われてるんですけど、ブラームスは非常に内気な性格でもあったんです。で、こうした性格っていうのが彼の音楽にすごく現れています。で、それは後からね話しますけど、その辺をちょっと押さえておきましょう。
で、ブラームスは26歳になる頃にもう一度ハンブルクに落ち着いて、そこで女性合唱団の指揮者になるんです。そして自分で合唱団のために合唱曲とか民謡を編曲したものを歌わせて、さらなる実践経験を積むことになります。で、この時代の興味深い出来事といえば、当時活躍していたフランツ・リスト、それからリハート・ワーグナー、こういった作曲家とたもとを分かったってことなんですよ。実はこのフランツ・リストね、ピアニストとして有名なフランツ・リストは、交響曲に代わって交響詩っていう新しいスタイルを作った人として知られてるんです。それからこのリハルト・バーグナーも同じように、これまであったオペラと違って自分のオペラにムジークドラマ、楽劇って名付けて新しいものを生み出そうとしていたんです。で、ブラームスはそうした流れにね、はっきりと反対の意思を表明するんですよ。ブラームスが目指していたのはロマン派真っ只中の時代にあって、リストとかワーグナーがやっていたことじゃなくて、かつてベートーベンがやっていたような、そういう音楽を作ることだったんです。で、リストもワーグナーもこの若きブラームスをかなり評価していただけに、このブラームスの反対にはね、かなり憤慨することになるんです。で、このブラームスは後にウィーンに引っ越しするんですけど、そこでこのワーグナーと実際に会うことになるんですよ。で、ワーグナーはこのブラームスを評価していたんですけど、その時ね、ブラームスと会って、この若者もしかしたら自分にとって脅威になるかもしれない、自分が今やっているこのオペラの分野において敵になるかもしれないって思って、彼を自分の論文の中で批判するんです。でね、このワーグナーが書いた批判っていうのがかなり強烈だったんで、ワーグナーは自分でブラームスとの間に修復不可能な溝を作ってしまったんです。こんな出来事の後で、ヨーロッパの音楽界っていうのはブラームス派、それからワーグナー派っていうふうに分かれることになるんです。さて、拠点をウィーンに移したブラームスなんですけど、最初は合唱団、それから管弦楽団の指揮者として働くことになります。だけど当時は指揮者っていう職業が作曲家がやるものではなくて、指揮者単独の職業として成立しつつあったんです。そこでブラームスは自分の指揮者としての力に限界を感じて、いち早くその仕事から退くことになります。で、それ以降は自分の作品は時々指揮をしてますけど、より作曲に専念するようになって、ドイツレクイエムといった傑作を生み出すようになるんです。こうしてブラームスは徐々に作曲家としての名声を高めていって、それで出版費の印税だけでもね、十分暮らせるようになるんです。で、それ以降ブラームスは43歳になる年に20年以上の歳月を経て最初の交響曲第1番を作曲するんです。そこから彼はピアノ曲、それから歌曲、こういった素晴らしい作品をどんどん発表することになります。ちなみにこの交響曲1番の作品番号は68番になってるんですけど、彼が最後に書いた作品は121番になってます。で、ブラームスは43歳でこの交響曲1番を発表したんですけど、そこから亡くなるまで20年の間に大体自分の作品の半分を完成させたことになるんです。で、モーツァルトやシューベルト、こうした天才作曲家たちは30代半ばで亡くなってしまったんですけど、このブラームスっていうのは40歳を過ぎて交響曲を作ったことをきっかけに、そこからさらに成長して深みのある音楽を作るようになっていくんです。これは非常に興味深い。このように年を取るとともに音楽の深みを増していったブラームスなんですけど、その性格は非常に内気だったとして知られています。彼はとにかく自分の内面のを人にさらすのを、ね、嫌っていたんですよ。ブラームスがね、シューマンの奥さんのクララを愛していたにもかかわらず行動に移すことができなかったっていう話もしましたけど、これにはもちろんシューマンに対する尊敬もありますけど、やっぱりこうした内気な性格っていうのが関係してるんです。で、このクララ・シューマンとブラームスっていうのは深い友情で結ばれていたんですけど、
このクララは25年経ってからブラームスについて、ブラームスという人物は25年経っても不可解な人物です、全く見知らぬ人とも言っていいぐらいなんですっていうふうに話してるんです。こうしたブラームスは自分の人生が終わりに近づいてくるのを悟ると、それまで自分が書いた自筆楽譜とか作曲するために使ったスケッチを全部処分しちゃうんです。こういったところからもね、ブラームスっていうのはとにかく自分の内面を外側に知られることを極端に嫌っていた、こういうのがね見えてきます。でこのように内気で時には孤独を好むブラームスだったんですけど、それでもグループの中ではやっぱり常に中心的な位置にいたんです。やっぱり才能があるので、才能がある人のところにはとにかく人が集まってくる。だけどこのブラームスは自分と意見の違う人を一切自分の身の回りには寄せつけなかったんです。自分の考えがそういった反対意見で中断させられるのを、ね、すごく嫌っていたんです。だからブラームスの意見っていうのはそのグループの中ではある種絶対で、もうとにかくブラームスに近づきたい人はブラームスの意見に従うしかなかったっていうふうにも言われています。まあそういうエピソードはあるんですけど、それでもまあ基本的にはブラームスは穏やかな人物だったとされてます。だけどやっぱりブラームスにはその独自の世界観というものがあった、そういった人物だったんです。こうしたブラームスは63歳の時に亡くなることになるんですけど、こうした性格が彼の音楽にどういった影響を与えたのか、これから彼の名曲を一緒に見ながら、その後で彼の音楽の魅力について見ていきましょう。それでは今回もおすすめの名曲を3曲選びましたので早速紹介しましょう。まず最初に選んだのがブラームスの交響曲第1番破綻調です。でさっきもちょっと言ったんですけど、ブラームスはこの交響曲第1番を完成させるのにえらく苦労するんですよ。というのも最初に書き始めてから完成するまでになんと21年も費やしてるんです。彼はベートーベンが作ったような交響曲を作りたかったわけなんですけど、このベートーベンが作った交響曲のハードルってのがめちゃくちゃ高かったわけです。あのベートーベンが作った9つの交響曲、このハードルを超えるのはやっぱ容易ではない。でもこのブラームスは自分がその後を受け継ぐからにはこれに匹敵するものを作らなきゃ意味がないってこういうふうに考えていたわけなんです。だからもういろいろ考えてるうちに21年も経ってしまった、こういうわけなんですよ。だけど21年経ってできたこの交響曲第1番っていうのが素晴らしいんです。とにかくそしてこの素晴らしさからこの交響曲第1番は今ではベートーベンの交響曲第10番であるってまで言われてるんです。今日はそうした交響曲第1番の中から4楽章に絞って2つだけエピソードを紹介したいと思います。でこの交響曲第1番と第4楽章には2つの主題が登場するんですけど、ブラームスはその最初の主題を完成する8年前に思いついてるんです。ブラームスっていうのは夏の間にスイスに行って作曲をするっていうのが、まあ、ルーティーンになったわけなんですけど、スイスにいる時にアルペンホルン、ね、こう長いホルンを聞いてある旋律を思いつくんですよ。その旋律っていうのがパーンパパーン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 っていう旋律なんですけど、ブラームスはその旋律に歌詞をつけて誕生日のクララ・シューマンにハガキで送ってるんです。で、なんで歌詞をつけたかっていうと、ホーハフティンベルクティーフィンタールグリーシヒティーフィーターゼントマイってこういうふうに書き送ってるんですよ。それからもう一つ登場する主題なんですけど、ティラララリアタリララリララ、そしてパパリララ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 リアリララララリララララ、これがまあブラームスの四楽章の主題になるんですけど、これ何の旋律だか気が付いてきていますか？
実はこれはベートーベンの第9番の第4楽章に出てくるテーマの旋律をちょっと変えたものなんですよ。でベートーベンの9番というのは、Deine Zauber binden wieder, was die Mode strenge teilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. ってこうなるわけなんですけど、ブラームスはね、ティラララララ、ティラララララ、ティラララララ、ラララ、じゃなくて、ティラララララ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 ララララってこういう風な旋律を作ったんです。ベートーベンを尊敬していたブラームスが長い年月をかけて作曲して完成させたこの曲、ベートーベンの第10番、これに値する素晴らしい曲ですから、ぜひ聴いてみてください。それでは2つ目の名曲はブラームスの歌曲の中から郷愁を選んでみました。実は日本ではあんまり知られてないかもしれないんですけど、ブラームスっていうのは合唱曲、それから歌曲をたくさん作曲してるんです。で中でもこの歌曲というのはシューベルト、それからこのシューマンが作ったドイツ歌曲の伝統を受け継いで素晴らしい作品がたくさんあります。でこのブラームスの各曲の特徴は何といってもそのメロディーの美しさと単純さです。ブラームスというのはとにかくメロディーというのは単純でなければいけないと思ってたんです。で彼は実際に民謡をたくさん研究して自分で合唱曲に編曲したりしてたんですけど、そういったものが歌曲にも現れてるんです。一方このメロディーの単純な美しさと比べるとピアノ伴奏っていうのは結構難しくなってます。これはまあブラームスがピアノが上手かったっていうのもあると思うんですけど、ブラームスによく登場するのはとにかく左手が3連符なのに右手は8分音符、こういったものが、ね、よく登場するんですよ。これどういうことかっていうと、右手と左手が合うってことが絶対ないんです。常にこの右手と左手がバラバラでずれてる、それが何とも言えない感情をうまく表現する音楽になるんですけど、こういったものがブラームスのピアノ曲、そして歌曲の伴奏によく現れているんです。でブラームスの歌曲はどれをとっても素晴らしいんですけど、今回は歌曲への橋渡しとして僕が好きな郷愁というものを選んでみました。でこの曲ではお zeigt mir doch den Weg zurück ってね、子供の国に帰る道をどうか私に教えてくれってね、過去への強い憧れが歌われているんです。でこの過去への強い憧れっていうのを背景には当然大人としてのひどい現実っていうのがあるわけなんですけど、ブラームスはこの過去への憧れ、それに対する強烈な思いっていうのをこの歌曲ですごく深いところまで表現してるんです。まあその度合いはいろいろあると思うんですけど、誰にでも、ね、子供時代に対する憧れ、 あの時こうしてたらよかったとか、またああなったらいいなみたいなのってあると思うんですけど、そういった心深いところまでねじっくり表現した音楽になってますので、ぜひ聴いてみてください。おすすめの一曲です。3つ目の名曲は6つの商品というピアノ曲、作品118番を選んでみました。これは小さな曲が6つ集まってできたピアノ曲になるんですけど、これが本当に素晴らしいんです。6曲とも素晴らしい。これはブラームスが晩年に作曲した作品になるんですけど、晩年のブラームスっていうのはこういうピアノ曲とかとにかく小規模な作品しか書かなかったんです。でこの時には自分が愛していた、また親友であったクララ・シューマンが病で苦しんでいる時期でもあったんです。でブラームスというのはシューマンへの尊敬もあって、また内気な性格もあってクララに対して行動を起こすことは結局なかったわけですけれども、やっぱりブラームスというのは何かそういった思いをとにかく自分のうちに秘めていたんじゃないかなって、この曲を聴いてるとそんなブラームスの内面が見えてくるような気がするんです。これを言葉で説明するのは難しいんですけど、とにかくこの作品を聞いているとブラームスが口にすることはできなかった、言葉にすることができなかった
そういった思いっていうのが聞こえてくるんですよ。時には情熱的でありながら、時には優しく、こう染み入るような、そんなブラームスの心の奥底が見えてくるような、そんな名曲となってますので、非常におすすめです。ぜひ聴いてください。それではブラームスの音楽の素晴らしさを見ていきましょう。彼の音楽の魅力を知るキーワード、それは孤独、もしくは内気、それと霊感です。今回はこの2つに絞ってブラームスの音楽の魅力を見ていきたいと思います。で、このブラームスが人に内面を晒すのを極端に嫌っていたっていうのにはもう触れましたが、彼は時には孤独を好んでいました。で、このような性格が特によく現れているのが彼が晩年に作った音楽になります。で、とにかく晩年の彼は極端に小規模な編成の音楽を作曲したんですけど、ここに彼の内面的な性格、そして孤独、そんなものが現れているんですよ。ブラームスはクララとの関係を深い友情として、自分をね、騎士道の精神にある意味なぞらえて納得させていたわけです。だけどそれって本心だったんだろうか、それを疑うことってなかったんだろうか。この後期の音楽を聴いてると、なんとなくそういったところの深いところが聞こえてくるような、そんな気がするんです。それではもう一つのキーワード、霊感を紹介しましょう。これね、非常に興味深いんですけど、ブラームスは霊感っていうものをね、本気で信じてたんですよ。ブラームスは作曲をするときには魂、霊が降りてきて、それである種のトランス状態にならないと作曲はできない、こういうふうに信じてたんです。そしてそれと同時にブラームスは奇跡を起こす力、そうした存在もね、信じてたんですよ。だからブラームスは聖書をとにかくよく読んでいたんですけど、その中でイエス・キリストが起こした奇跡、これが単なる物語ではなくて本当に起こったことだっていうふうに、ね、信じてるんです。そうしたブラームスが最晩年、クララが病で亡くなりそうだ、そういう時に作曲したのが、聖書の題材に音楽をつけた4つの厳粛な歌曲になります。その歌曲の4曲目に選ばれた題材っていうのが、コリント人への手紙の第13章になるんですけど、そこでは信仰、希望、愛の重要さが書かれてるんですよ。そしてこの手紙、どういった内容で終わるかというと、大事なのは信仰、希望だ、だけれど最も大事なのは愛だ、こういうふうにして終わってるんです。ブラームス、晩年のブラームスっていうのは、自分がいつ筆を置くかっていうのをね、考えて生きていたんですけど、彼が最後に選んだ題材っていうのが、まさにこの愛だったわけなんです。で、この4つの厳粛な歌っていうのも、非常にブラームスの個人的で内面的な歌曲となってるんです。で、僕たちはとにかくこの晩年の作品に非常に共感できる部分っていうのがたくさんあるんです。もし自分がね、孤独に感じる、そういう時があったら、ぜひブラームスの晩年の作品を聴いてみてください。きっとね、ブラームスの音楽が寄り添ってくれると思います。もちろんブラームスの魅力っていうのはこれだけじゃなくてね、他にもたくさんありますけれども、今回はこの辺を紹介して終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さん、また次回別の話でお会いしましょう。チュース。